皆さんのもピーマンです。今回のイチローのレジェンド物語は8月の11日楽天戦からスタートね。現在のイチローの成績こんな感じ。8月で数字を上げ上げ爆上げしていかなきゃダメなイチローさん、8月で大きく数字を下げ下げ爆下げしております。3割4分すら切ってのこの打率で、ほんで2位とはね、今打率ランキングではもう5厘差しかないですから、いやもうこの動画で、いやもしくは1試合目で、早速首位打者が入れ替わるという可能性がある、もう差まで来てしまいましたから首位打者すら取れなくなったら、このイチローのレジェンド物語本当にクソ尽くしになりますのでね、4割打てない、首位打者取れない、そういう展開はぜひとも避けましょう。早速試合の方やっていくからね、1試合目から猛打賞いきましょう。さあ来いイチローだ、打たしてもらうぜ。今日はたくさんのヒットをね、まあ、そのヒットもね、ただのシングルじゃなくて本当長打も連発していかないとね、本当 OPS も8割すらも切ってる状況なんで、ここまで数字が低くなるイチローのレジェンド物語になるとは思わなかったね。9割は最低でもいけるだろうと思ってた。これだよ最悪すぎた、まあ、長打も出てないし、本当フォアボールも大して選べてないですからね。さあここでいきなりフォアボールいただきました。まあでも今のイチローは打撃でね、自分のバットで結果残したいので、フォアボールももちろん嬉しいわ。追い込まれてるんでね、自分のバットで結果残す、それを考えましょう。振らなきゃ、まあ、積極的に振れってわけじゃないから、ね、その結果クソみたいな凡退量産してこの打率になってるんだから、ここからじっくりと見極めて、このイチローのミート力で打てるものを打っていけばいい。これはレフト線、なーアウトだ。バットにも当たらない、そういう状況やってきた。バットには当ててよ最悪ね。もう入った入った入ったというか、もう後半戦ずっとこれ、基本これだわ。当てるも打てない、ヒットにならないね。はい、もうフォアボールのみ。今日は3-0、広い。はい、でこれもファールになる。頼むからそれくらいフェアになってくれねえかな。はい、もういきなり4タコスタートね、ありがとうございます。この1試合で打率ランキング入れ替わったかもね、確認していきましょう。チームは圧倒的勝利です。イチローさんは何もしてないけど、いや、かろうじてまだ首位打者キープできてますが、その差2輪差とさらに少なくなりましたね。さあさあさあ、首位打者の入れ替えるのはもう時間の問題やね。次の1試合で決まるんじゃないかな。イチローがまた同じような凡退を繰り返したら終わるでしょうね。たとえイチローがヒット1本打ったとしても、内川がね4安打3安打と打ってきたら、ああもう入れ替わりは待ったなしですから、内川次第でしょうね。内川次第と、あと一郎次第ですよ。今日は打てるか。いや、打つ気持ちでさっきも望んだんだけどね。猛打賞やるぞという全力な気持ちで挑んだんだけど、結果あれやったから期待はできへんわ。悲しい結果になるだけじゃないかな。はい、軽々ヒット1本。クソみたいな凡退量産したと思えば、軽々ヒット打つ一郎。よく見る光景やね。で、その後またいつも通り戻るんだけどね。とりあえず1本は出た。これも飛びすぎなんだよな。もう中途半端捉えなくていいんだよ。頭越える打球はないし、前に落ちる打球も見ねえ、全く。あー、これも捉えてどうだ。よーし、いいね。ライトペゲーロですから。スリーベースはどうだ、いけるっしょこれ。スリーベースね。イエス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 、久々にいただきました。オッケー、ギリギリや。ただここでヒットは生まれず。はい、終了。今日2安打だ。かろうじてヒット2本打てただけや。うわー、ほんでついに首位打者入れ替わったね。内川多分これ5打数5安打くらいやったんじゃないかな。一気に3割3分9厘まで上げてる。さっきの一郎も打率を上げたんだけどね、2安打打って。ここでついに入れ替わりました。右打者最高打率を残してる内川に一郎が今んとこ破れたよ。ついに抜かれたよ。その差3厘差、こっちが追いかける展開やってきたね。さあ、ここからは、もう本当に、危機迫る勢いでやっていかないとね。ここまではわりかし緊迫感、緊張感というのはなかったけどね。首位打者すら取れないってなったら色々とまずいでしょ。行きましょう。もうヒット量産体制に入らないとね。いや、5安打4安打してますわ。一度も凡退ないね。じゃないと一気にあの3割3分9厘まで上げれないから。やっべえ、やっぱ内川ここに入ってからめちゃくちゃ打ち始めてきてるね。イチローの凡退も続いてるからついに入れ替わったんだよ。でもずっとキープしてきてたからね。まさか抜かれるなんて想像もしなかったし、きついゲームになってきたな。また今日もね、4安打5安打ってなれば一気にね5輪差、下手すら1分差開くかもしれませんのでね、イチローが凡退すると。やばいやばい、本当に打とう。今まで以上に思いは強くなったよ。フォアボール、勝負してくれないな。
まあ、フォアボールだとね、率が下がることはない、むしろ上がりますしね、出塁率はね、打率は下がりませんのでいいんですけどね。まずこの打率をキープしないと内川にこれ以上差を開けられるわけにはいかないんでね。まあ、3人ならば、ね、内川が一郎を追い抜いたように1試合で入れ替わる可能性もあるからね。立て続けに5安打4安打っていうのは難しいことですから、さすがの内川もできないでしょう。今の内川ノリノリかなんか入ってるんじゃないかな。じゃないとあそこまで打率上がらないと思うんだよね。調子がいいということもあり、あれだけ量産できてると思う。イチローさんどうだ、これはヒットにならないね。はい、2-0、3割3分5厘かな。これで上げるどころか下げてるよ。成本から1本も打てなかった。さあここはどうだ、もう落ちないよ。声の動きが早すぎる。もうフォアボールのみだ。もう全く1試合目と同じじゃないか。はい、今日のゲームでさらに差が開きましたね。イチローが3割3分4厘と打率が収束し、内川が3割4分1厘と。いやもう内川かな、こうなったらね。あ、もう無理でしょうね。飽きすぎてるというか、もうだんだん空いてきてますので、やればやるほど空いていくと思うわ。さあ、その内川との直接対決がやってくるわけですね。ソフトバンク2000。ここではもう、ね、内川以上にヒット量産して、直接対決でね、首位打者をまた入れ替えていくしかないですから、内川は別にノリノリってわけじゃないんだけど、ヒット量産してるんだね。はあ、予想は外れたな。ノリノリだったらね、この短期間でこれだけの率上げてくるのも納得だけど、そうじゃないのにこれだけ上げてくるっていうのは内川の実力だね。さあ、これもう今日のこの3連戦では打ちまくるよ、本当に。3割3分すらも危ない打率だわ。いや、もう切るよ、これ。今日また凡退したらね。それすらも切って3割2分台だわ。首位打者なんて夢のまた夢だよ。はい、もう1打席目から軽々凡退。ありがとうございまーす。はい、イチローさん。これぞイチローさん。このシリーズはこのイチローさんしか見てねえ。ほんと速いからね、何するにしても。足も速ければ凡退するスピードも世界一だよ。ここで1本いただき。センター前ね。OKOKOK。今日は内川以上にヒット打たなきゃダメだからね。1本で終わっちゃダメだよ。また今日の試合でね、量産されたらさらに間は空くしね。難しいな。今までね、追われる立場だったからね、こっち追いかける立場になりましたから、そういう中での打率を上げていくっていうのは今まで以上に厳しい。プレッシャーとかそういうものが、ね、よし、悩んだ。いただき、ごちそうです。ヘイス、今日2安打ね。 OK、 もう一回打席来てくれ。3安打いけそうな感じある。よし、来たね。フォー、サファテから打たないとダメなのか。弱気なことも言ってられねえ。打つしかねえんだ。速えな、153。球速以上に速く感じるよ。150以上出てる、160出てるでしょ、ぶっちゃけ。キレが違うわ。よし、これも内野安打いただき。イチローの総力ならば。よー、うわーっ、内野安打やな。お前ふざけんな。ソフトバンクひいきすぎるぜ、今のは。いくらなんでもね、チャレンジシステム導入しろやん、この野郎、バカ野郎。内川今日は、うわー、ヒット1本打ってますからね。フォアボールですから打率も下がってないね。3割4分2厘、むしろ上げてるわ。対してイチローは2本打ちましたけど、最後まさかの誤審でヒットが台無しっていうね。完全なる内野安打やったやんけ。ヒット数では内川より上打てたけどね、上げた打率は互いに同じだよね。1厘のみですからね、差は生まれずだよ。勘弁してくれよ。さあ、続けてイチロー絶好調ですからね。今日はもう内川以上にヒット打って、まず率の部分で上回っていかないとね。内川がこの辺で5タコ4タコしてくれたらね、また内川も打数が非常に多いですから、一気にガクッと下がる場合もあるんでね。まずは1回の表で、イチローが5安打4安打すれば1試合で入れ替わる可能性もある。これはセンター前落ちるね。柳田の守備範囲の低さに感謝だわ。はい、これもヒットいただきました。ごっつさんでーす。今日2安打。ハイパーイチローモード入ってるね。これがイチローだわ。なめんじゃねえぞ。もう大丈夫。早くも3打席目だからね。早い早い。バンデンハークを完全攻略だ。そしてこれはファールゾーンに飛ぶ。惜しいな。よし、これもヒットだ。今日3安打目。やばいっす、やばいっす。これだよ、これが見たかったんだよ。さあ、タイムリースリーベースといきましょう。オーケー。今日待てよ、シングルスリーベースというのが続いてるよね。サイクルヒットもありえるな。来い来い来い。いや、それはどうでもいいんだよ。今日は4安打いかないと。4安打5安打いかないと。あー、見事シフトに引っかかった形になったね。まあシフトなくてもね、
正面だ。ここで今日初めての凡退か。痛いな。よし、これもヒット。落ちるね。ヘイユ、今日4安打いただきました。イチローらしさを見せたね。後半戦ずっとこれを見せておけばよかったんだよ。で、どうだろうね、ソフトバンクのスコア的に内川はヒット何本打ったのか。ノーヒットねえかな。ヒット、ソフトバンク7本生まれてるんですが、そのうち内川はノーヒットいただきました。4の0と、こっちは4安打ですからね。内川の打率は3割3分8厘まで落ちて、一郎は3割4分首位打者入れ替わりましたね。一郎になりました。最高の活躍しましたからね。今こういう展開なんですよ。ですから次のゲームも同じだよね。一郎がまたね、同じような凡退繰り返したら、ほんで内川がまた打ち始めたら、じゅね、首位打者入れ替わり、もうそういう熾烈な争いに入ってますからね。一郎 VS 内川です。さあ、続けてロッテ3連戦ということになります。今回の動画はこのロッテ3戦プレイして終了していこうと思うんでね。ソフトバンク戦でせっかくあの4安打打ったんですから、続けていきましょう。で、ソフトバンクマジックナンバー点灯しましたね。マジック23です。まあ、ちょっとオリックス、ここから優勝は難しいかもしれませんが、なんとか3位には入れるようね。CS にすら出れないっていうのは悲しいですからね。ロッテ戦でヒット量産していきましょう。ハイパーイチロータイムに今日も入るよ。凡退はもういらねえ。ヒットで今2厘差しか空いてないからね。2厘になってもうね、1打席の結果で入れ替わる可能性があるんだからね。イチローが凡退して内川が打てばねなくなりますから。内川がということですから、勝ってないよまだね。争いはこの先ずっと続くでしょう。よし、センター前、落ちる落ちる。あー、飛びすぎー、もう。うわー、正面だ。今までのロッテのね、守備陣だったら本職じゃない選手使ってくれてたんで、内野安打もあったかもしれんけどね。今違うからな。ちゃんとしたものが守ってるからね。せっかくの4安打が台無しになってる。2の0、ここまで。ほんで、これで3の0、もう、いつものイチロー。いつものイチローじゃないのパターン見せてよ、たまにはね。ほんとヒット打った後凡退続くよね。もう気色悪いわこれ。なんで続かねえんだよ。4安打打ったやつって続けて2安打3安打と打つでしょ。打てないからね、全く。そのままで終わるから、ね、凡退して。ひどいもひどいよ。あー、どうだ、内野安打。アイアウト、4の0。4安打の後の4の0。首位打者入れ替わりましたね。こんなことやってるやつが首位打者取れるわけねえ。はい、内川が3割4分という打率残してきてますので、また首位打者の入れ替わりが起こりましたね。あ、片方は打って片方が打たないという繰り返しの中生きてるよ。でね、これ3位のバッターも今3割1分9厘と詰めてきてますので、ただ首位打者逃すだけじゃなくて、シーズン打率パリーグ3位くらいで終わる可能性も出てきたからね。もうやばいよ、もうなんだよこれ。なんで4安打打った次のゲームで無安打になるんだよ。ほんと不思議でたまらんわ。毎打席毎試合入れ替わってるからね。イチローじゃないやつがたまに入ってくる。たまにというか常に入ってきてる。もうたまに本当のイチローさんが現れて、さっきのように4安打と打ってくれるんだけどね。また追いかける展開やね。今回プレー予定の試合があと2試合しかないですから、その2試合で差を埋めるためにはもうロッテ戦でね、ヒット連発でいかないとダメなんだが、フォアボール、もうこれもいいでしょうね。リスクアップするためにはフォアボールが凡退しないことですからね。はい、正面、これもはい取れる範囲に行く。はい、これもアウトですね。ゴツァンです。この繰り返し、はい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 、楽しい楽しい、超楽しい。ありがとうございます。面白いわ野球って。はい、今日も凡退ですね。はい、さらに内川との差は空いたそうだ。フォアボール選んだ時って大抵こうなるんだよね。1打席目にフォアボール選んだ時、あと全部凡退ずっと続いてるよ、さっきからずっとね。はい、この動画最後の試合やってきましたね。ロッテ戦ヒット出ず、ここまで来てますが、最後どうなるか。最後イチロー、最後くらい量産してくれ。また、はい来たね。もう何やったんや、さっきのバッティング。本当にもう意味がわからんわ。こんだけ軽々打てるやつ、なんでさっきあんなクソみたいな凡退やったんだよ。なんか毎試合能力変わってるとしか思えないんだよね。全然なんか同じ選手を操作してる感じがないわ。毎試合の結果が違いすぎてね、両極端すぎて。はい、ここもヒット不自然にヒットゾーンに飛び出すっていうね。さっきまで野手の正面にしか飛んでなかったのね。
プレイヤー変わってないですからね。俺だよ、ずっと俺だよ。見てたらわかるだろ。俺以外こんな発狂しねえよ。パワプロでよ、パワプロで発狂できる人間は世界中探しても俺だけだよ。いるか、ギャーギャー騒ぎながらやってるやついねえよ。ある意味誇れる部分だよ、俺だという証明にもなるよね。さあ3安打いただこう。さっきのようにまた4安打打とう。おい、これもヒットゾーンに飛ぶ。何の関係なんだろうね、これは。本当に分かんない。もうすでに今日3安打ですからね。さあまたこれ4安打5安打チャンスよ。5安打は本当このシリーズ振り返ってみても一度もないものなので、ぜひともずっとやりたいとは思ってるんだけどね、なかなかできずに来てるんで、今日チャンスじゃないですか、まあ、そのためにはまず4安打打たなきゃダメだけどね。この打席で、うわー、内野安打はおいっせー、いただきました。絶対ないと思ったが、さあ5安打チャンスやってきたよ。おそらくこれが最後の打席になりますから、このシリーズ初の5打数5安打なるか。それも首位打者争ってる最中の、それはものすごく大きいね。行こう行こう行こう。いやもうフォアボール勘弁してくれ。ここは勝負しようよ。カモカモカモ。もう嘘でしょ。5出塁ではあるけども5安打ではないよ。でチームも勝ったしね。本日のヒーローはイチローですよ。イチローの凡退もなかったからね、率を大きく上げた一日ですよ。またね、これはどうなんだろうね。最終的に内川を上回ってこの動画終了なのか、それとも下回っての終了なのか、どっちなのか見てみないとわからないが、今日のイチローは全てシングルですけどもね、ヒット連発で4安打。あの4打席目のショートへの内野安打、ちょっとびっくりしましたね。イチローの足の速さにも助けられましたけど、あれで内野安打になるのかとは思わなかったよ。で、5出塁3割4分でこの動画フィニッシュですね。ただ問題はですね、これ内川が最後にどうなったのかっていうことでございます。さっき確認した時はね、完全上回ってましたが、内川の方が。それを今から確認していきましょう。現在のパリーグ首位打者は誰なのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、ウェーイ、イチローですね。その差二輪差ですから、これまたもう確定ではないですよ。また次のゲームでね、凡退したら同じことの繰り返しですから。まあでも、首位打者をキープしてこの動画終えれることになりましたね。その差二輪差。またこれ一打席の結果次第で変わりますからね。よかった。なんとかかろうじてキープできましたけども、本当に今回もね、いろいろと苦しいゲームになりましたよ。出たと思えば凡退繰り返して、ほんで最後も4安打ですからね。なんかもう本当にね、何なんだろう、疑心暗鬼になるようなね、そんな展開がずっと続いてる。何を誰を信じればいいんだろうっていう感じがね。まあ、なんとか3割4分という打率残せたんで、次回でもっと上げていきましょう。次回のゲームは8月の22日から始まるね、日ハム戦から始めていき、次回の動画で8月の試合全て終わらせていきたいと思いますのでね、ちょっとイチローにとってもね、苦しい展開ずっと続いてます。もう4割をまず目標にするのではなくて、今の目標はもうとにかく首位打者をキープすること。もうそこが目標になってしまってますから、次回も内川との熾烈な首位打者争いは続くと思いますので、守り切って、そしてさらに打率を上げれるように頑張っていきたいと思います。なので次回の動画も楽しく見てくれよな。ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググ、バイ、また会おう。